しらね。私がくのいつだ。俺はお前に狙われる覚えはない。これを見て思い出さないかい。それは秘密の紋章。俺が長篠の合戦で討ち取った氷室信成のものだ。そう、よく覚えてるじゃないか。くのいち無常、その氷室信成は私の言い名付け。あんたは私から全てを奪った男なのさ。私は今まであんたを殺すことだけを考えて生きてきた。歌舞伎ごめん、月と涙。父上、どうしてもというならわしは死ねも無事。月は日の光を受けて初めて光り輝くのそうだ。お前はわしという日弱な月を照らす光だ。そんなお前を不幸にはさせられない。